郎くん、明日は何の日か知っているかね。今年もか。さてと。おい、ちょっと待って、クソ。パパとママの馴れ初めの話。そう、あれは20年も昔のことだったよね。僕と君が出会ったあの日。おい、何階層入ってんだ。おい、運動もできた僕はひときわ目立つ存在だった。この辺は毎回嘘くさいと。また今度な。ちょ、待てよ。そんな時だった。女の子がチンピラに絡まれていたんだ。僕はそのチンピラをワンパンでやっつけ。私も同じこと思ったわ。同時に人の顔じっと見て気持ち悪いって。お父ちゃんもう行っちゃったわよ。まだ第一章。ないじゃないパパ。僕とクスオの次、興味はあるけど。お前はその時使用した部品に不具合があったみたいなんだよ。いつも通りだったぞ。うん、空、ここは僕の部屋だよ。家を元に戻すこと。だがその前に家の周りを確認だ。単勝170円しかつかなかったんだろ。何を言ってるんだこいつら。いや、おかしいだろ。いつものお前なら。ここは俺は今からあのマブイちゃんねナンパしに行くところだからよ。そんなバカな。じゃあ何するの。父さんと母さんが出会った日じゃないか。お、いや、あれ通り過ぎたぞ。チンピラなんてどこにも。お前かよ。あの日がなければお前は今ここにいないんだぞ。じゃなくて20年前の11月22日だ。僕は過去にタイムスリップしたのだ。本来なら粘土を父が母さんに絡んでいるところを父さんが助けて知り合うはずだった。まずい。二人をもう一度出会わせなければ。のんきに食ってる場合じゃない。どこの世界から来たんだよ。そうか、この時代はマインドコントロールする前なのか。来た、母さんだ。およ、さっきのチャンネルだ。ほら行ってこい、あとはお前次第。まあ行こうぜ。なおいおい、よし、気づいた。やはりそうか、うさんくさいと思っていたが、あいつ話を持ってやがったな。おーす、木村。何、遅いじゃないか。やれやれ、一体どうすれば。いいじゃねえか。というかあっちの方も。おい、早くなんとかしろ。偶然はこっちでなんとかするから。木村、女の方もまんざらでもねえ。邪魔するな、タクロウ。おい、どうした。狙いは粘土父。その子の運命の相手はもう決まっているんでな。これで僕が生まれないということはないだろう。苦労したぞ、まったく。まあいいや、ラーメン食い行こうぜ。お、んだよ、帰んのか。ここは20年後だ。これで一件落着。バタフライ効果。説明している時間はないので、おのおの調べてほしい。つまり初めて行った過去にはもう戻れないのだ。うっそ。この声は取り付くか。こんなヒャ走らん。え、記憶喪失。あ、じゃあ俺の言うこと何でも聞くって約束も覚えてないんすか。なんだそのハイテクなやつは。え、K ウォッチっすよ。ここ未来じゃない。その張本人がドクター・クースケ。身内かよ。その発明家に話をつけに行くんだ。あ、いや、ちょっと言いにくいんすけど、あんたも死んでんだよね。は、死んだ、そういうことだったのか。あれ、この世界は僕のいない世界だ。うわ、触れる。もうあんたに女の子のパンティーの色を教えてもらうことはできないっすけど。僕に何やらせてんだ貴様。随分大層な警備だな。ないんだぞ。いや、なんだこいつは。嬉しいよ。それでなんで戦争なんか起こしたんだ。別に起こしたわけじゃないよ。ところでその発明したものってのは。ほら、あれさ、ただのタイムマシンだよ。それ使えるのか。ああ、ダメダメ、これたった1日しか戻れないから。たまたま修学旅行でこっちに来ていて。どうしたんだ、僕らの鳴らせ目の話をこんなに真剣に聞くなんて。二人ともおめでとう。クエスケ、久しぶり。どうしたの、過去からタイムスリップしてきたみたいな顔して。高すぎる。コーヒーゼリーが何個買えると思ってるんだ。しかし母が毎年同じ服を着てる僕を見かねて服を買ったり作ってくれる。おお、これ超イカすぜ。ちょっと試着してみっか。次に2着目がこれだ。間違い探しか。一つはこれでよ。やめとけ。もう一つはこれなんだわ。出るわけねえかな。上等だこれ。よし、帰るか。テルハさんも服買いに来たんすか。うん、ちょっと近くまで来たから。それって佐伯くんも参加するの。そうだよ、佐伯もな。しかもそれだけじゃない。それは後日会った時に似合うかな。オフ。楽しみ。じゃあ最初は佐伯くんの声。じゃあ俺から行くぜ。これだー、ガッセ。どうかな。最高っす。似合ってどうする。てめえの番だ。俺ちのは試着室にあるぜ。なんだこれ、もし来たら大変な騒ぎになるぞ。じゃあテルハさん、よろしく頼むぜ。おかわいいね。あれ、佐伯は。あ、服買うの忘れた。全ての生物には寿命がある。だからラーメンに行くなんて一言も言ってないぞ。今日は塾で。おっと、危ねえな、気をつけろ。さっきからなんだこのナレーションは。え、確かに10年以上使ってるおもちゃのメガネだしな。その力とは肉眼で見た生物を石に変える超能力で、この有様だ。石化した生物は復元能力も引かず、いつも暇なくせして、今日に限って二人とも予定があると言っていた。力を貸してもらうぞ、アイウラ。いいよ、クソなら。来て。やっぱり帰る。見てんじゃねえよ、エロスカ。キャは覗かれた側のセリフだ。気づくの遅すぎんだよ。トリスカは粘土をやってほしい。わあ、
アイグラはカイドウに一日なってくれ。てかむしろこいついらなくねクソ。足でも確定した。もういいっすよ、やってやりますよ。お兄ちゃん兄ちゃん、ん？ポペット。なんだそれは。むしろ蝶野の方がいつもの服装じゃない分違和感があるくらいだ。おいおい、テストとかやばくね。答案を誰にも見えないように隠せ。お前はそれを提出すればいい。周りの人とは極力接触するなよ、ややこしくなる。たまたま会った同業者のマジシャンビーナス月子さんが来たからずっと様子が変だよ。お邪魔なんてとんでもありませんよ。それに肩が凝るなんて言いますよね。それ持っててあげますよ、下から。あ、もちろんいやらしい意味じゃなくって。どうしたんだリックン。やれやれ、粘土をカイドウが元に戻るまであと20時間。その間の代役をやってもらったが、おい取り付かいい加減にしろ、真面目にやれ。何言ってんですか、真面目にやってますよ。どこがせんのは冗談でよ。ところでよ、うんこすっとなんでしょんべんも出んだろうな。急にバカすぎるな。おい、はい、アイオラス。いやあれから盛り上がっちゃってさ、どっちの体が細いかみたいな話になって、で気づいたらはばりっこでこの感じ。やばいやばい、まさかこんなことになるなんて。もう告白しちゃおうかな。シュンに比べれば貴様なんぞ。何なの、今日のことは全て忘れるんだな。どうせシュンのやつも今日の記憶はないだろうがな。こっちやばいっす。なんか粘土そっくりのおばさんが突然現れて。粘土母。つまりこいつと粘土の母ちゃんは元夫婦で、今知らない女と一緒にいるところを目撃したって。待ってくれ緑、僕ともう一度やり直してくれ。彼女の前で何言ってんの。何でもいいから行け。もうやるしかねえ。ごめん無理だけど、冷た何。そして石化が解除されるまでいよいよ10分を切った。やっと終わりだ、死ぬほど疲れたっすよ。お疲れさん。俺今メガネが壊れた。最近お前なんでそんな。僕も死ぬほど疲れたから今日はラーメン無理だな。大晦日俺の家で年越しのカウントダウンしないか。おいいぜ、ジャンプでもすっか。やれやれ、なんで僕が。カイドウのやつが家まで連絡してきて仕方なくだ。行きなさい、クス。悪いな、悪意ばっかりして昨日あんまり寝てなくてな。なるほど、それでか。入れよ。おい、粘土、最近来たぞ。ああ、遅かったじゃねえか、アイブ。眠そうだな、粘土。アレン、どうした、おい。あ、悪い、ぼーっとしまった。お、悪いな、遅が。眠そうだな、久保康。だから、あとは入るか、珍しいな、あいつが遅れるなんて。入る。入るな、さっき外で見たぞ。腕立て腹筋500回したくらいでこんなになるなんて情けないよ、本当。いや、俺も言い過ぎたよ。おめえもじゃねえか。俺今寝てた。これは舐めてかかると全滅だぞ。うちの親も年末年始ハワイに行ってから家にいねえし。よっしゃ、俺力いくぜ。いけねえんだ。寝るな。お前も寝るな。あー、もうやめだやめ。ちょっと冷たい水で顔洗ってくるぜ。寝るな。お浴して脳を活性化させるぞ。それのせいで眠いんだろうお前。寝てる。っていうか腕立ての一番きついポイントじゃねえか。ダメだこいつ、マジで何やっても全く起きねえ。日々の習慣って怖いな。45分ずつ。確かに4人もいや何も全員起きてることはねえ。ジャンケン。すでにこと切れている。え、嘘だろ、まさかあのまま寝てしまったのか。夢ってことはあれは予知夢。はい、もしもし、くーちゃん、カイドウくんから電話よ。すいません。毎日ハッキーを300球投げ込んだ甲斐があった。もっともこいつは外せないが。すいません、取ってください。やれやれ、まだかよ。古い表現だな。じゃない、なんだ今の球は。超能力の制御が効かない。つまり壁に寄りかかったら壁はウエハースのように壊れ。分かりやすければこんな感じ。僕の一挙一動でこの辺一帯が平らになるかもしれない。そうか、超能力の制御が外れて性能が上がっているんだ。7年前に戻すダメだ。これじゃ両親の声を拾うのは難しいぞ。どうしたものか。この辺で音がしたんじゃが。あれ、この壁こんなに綺麗だったっけ。危ないところだった。ああ、なんか壁綺麗になってねえか。7年くらい若返ったみてえだな。早く帰らないと。おい待てよ、うちの壁が綺麗っつまで返さねえぞ。早く行こうぜ。よし今だ。おどこ行った相棒。くーちゃんが帰ってくるわ。大丈夫だよ。ただいま。くーちゃん、おいどうした、大丈夫か。あ、できるかな。何か代わりになるものないかしら。てかほとんどクースケだろう、こんなの作れるの。そうね、クー君に電話してみるね。最悪だ、あいつの力を借りることになるとはな。よし着いた、再起点インランドン。よしでは行くぞ、ケンブリッジ。なんとかやってみるよ。これで大丈夫だと思うよ。はや、もう治ったのか。うん、組み立てただけだし。何か不具合でもあったのかな。こいつの考えていることが全く読み取れない。3歳で自転車に乗れるなんて。赤子の手をひねるようなもんだし。お願いだ、それは子供の頃ものじゃないのよ。弟は天才で僕は普通の凡人。さらに混じってテストを受けてる気分だったし。くーちゃんテストで9億点って、また先生の脳を操作したのね。今回ばかりは僕の勝ちだよ。あー
クスケ1号僕はまた負けた。その後14歳になった凡人の僕は自暴自棄になり高校を飛び級。そんな時僕はあることにひらめいた。それは苦痛のテレパシーを封じる方法だった。やれやれ、心を読めない人間が2人になったな。天才とバカは紙一重だな。あの二人は相変わらずだな。他にもしりとりは31回負けたし、将棋は59敗、チェス10敗。全部覚えてやがるのかこいつ、マジキモいんですけど。通算0勝4254敗だし。おめでとう。隣の部屋にいるよ。ただのサプライズでなぜこんなところまで。まさかこれはダークユニオンの罠。それでまずあいつらを連れてきた。僕と勝負してよクスオ。勝負？ロンドンは東京23区より広いんだぞ。迂闊に超能力を使えないようにあの二人も一緒に。アフタヌーンティーをご馳走するよ。し、鬼ごっこ開始だ。鬼ごっこ？僕が鬼でクスオが逃げるから二人はクスオに力を貸してあげて。どこに逃げてもいいし、バスやタクシー、地下鉄、何使っても構わない。お、では用意スタート。だがしかし普段からダークリユニオンによる追って見られたこの俺に大がチェイスを挑むとはな。いやでもこれ楽勝じゃないか。ロンドンって東京23区より広いんだろ。バスの行列すげえ。やべえぞ、もたもたしてたら追ってか。ああ多分思ってる以上に早くな。さて少し遅かったみたいだね。なるほど、あれを使ったのか、ポリスバイク。だが極力カメラに映らないように来たし大丈夫だろ。一番得策かな。違う、なんでここは。おう、かけるあの野郎。やっぱクスオ相手じゃ一気に決めないとダメだ。特徴は3人連れの日本人、1人はビッグベンによじ登ったピンク髪の男性。あいつらだ、捕まえろ。はいはい皆さん、もう大丈夫ですよ。今の放送は誤報だったみたいです。これで終わりだ。What? 確かに僕らはトイレにはいるが、一つ上の階の同じ位置にあるトイレにいるのだ。負けた、またしてもだ。また負けた。やっぱり僕に勝てるのはお前だけだ。ダークリユニオン、どんな組織なの。それもダメなのかい。力が膨大すぎるからな。こんなところで解放したら建物が。朝から何をやってるんだお前らは。ダークリユニオン、おはよう。嘘だ、あの野郎。お前の母ちゃんデメソつって。それだけ。学生諸君はあそこにでも行ってなさい。お、美術館か。一周回って帰るか。そして焦燥か。この絵に込められた思いさ、僕にはただの風景画にしか見えないが。おお、じゃあこれはどういう意味があるんだ。新しい視覚体験を作り出すことに成功しているだろう。何様なの君。いけね、また入っちまった。よくなっちゃうんだよな。絵に圧倒されてまた対話しちまった。この一見どこにでもある椅子と、ただアートとしか形容できない2つの物体の融合。こんなん椅子にうんこ乗っけただけだろ。じゃあこれはただの落書きだろ。魂の会議。はあ、恐らく嬉しいぜ。え、これ俺っちが3秒で描いたやつなんだよ。それにしてもその絵はとても興味深いね。はあ、うん、素晴らしい。館長はすごいシンプル。どうですか。No! これ以上ないシンプルな答えだ。これは何の騒ぎかな。あ、現代アート界の巨匠ジョン・マクナホン。すげえ、やばすぎるぜこの絵。ジャーニッシュ、ジャーニッシュ、最高だぜこの絵。No! やはり芸術は理解できない。今日の体育はスポーツテストを行う。せめて種目に射撃や CQC でもあれば燃えたんだが。聞いてるかそこの2人。いつにも増して燃えてるな。入ろう。確かに思えば今までの僕は。そうだ粘土君、君も少しはやる気になっただろう。巨乳のまま。粘土 51.8m。 何それまで。この種目は問題ない。誰も見てなくて助かった。巨乳のくせになぜあんな動きが。巨乳というか三角筋がものすごい人になってるな。握力ならどうだ。粘土の握力84キロだってさ。 84! ハイド、何やってるんだ。最近うわぁ、いや違うのだ。これには深いわけがあってな。それは地球を一周してしまってな。正確には一周と6メートルな。小学生か。巨乳が突っ込んでる。粘土34センチ。あ、邪魔だ俺。いや取れよ。勝ったぞ。いやそれで嬉しいか。カイドウ君。せめてもの情けだ。カイドウ 74.3センチ。超座大前屈のカイドウさ。出せ。上には上がいるか。いるなら見てみたいもんだ。お、俺の右乳どこ行った。僕はみんながやってる人気ゲームはやらない。オルファナストーリー10 100円だった。オルファナに住む人々はネクロソフィアと呼ばれる魔物の脅威に怯えていた。ダメだな、飛ばせないやつだ。オルファナの人々はその力をエクセルと名付けた。マインドで統一しろ。無念。サクセス。来ると分かっていれば問題ない。サクセス。よし、ようやく先に進んだな。ネクロソフィアの連中には困ったもんだぜ。まさか王国まで攻め。
体育、それは僕の最も苦手な授業だからこそ大変なのだ。すげえ落としたぞ。隕石か。うちのクラスの学級委員ハイロキネシ。銃はグーパーで決めるから。しゃあ絶対勝つぞ。よしまずは一人。一人倒しただけでなんだこの盛り上がりは。当たっとくか。君は今ボールを取る気があったのかい。さすがにわざとらしかったか。佐伯くん本気で投げるんだよ。人が死ぬんだぞ。あ、お弱すぎた。何をしているんだお前は。ほんとにぬわぬしゅうほんとに死んでもとーれ。おお見ろよ。おい拾ったぞ。僕は知ってるよ佐伯くん。君はいつも本気でやっていないだろう。マジですか。こりゃ厳しいだろさすがに。ああ確かに最初はハイロの活躍により一歩リードしていた佐伯たちのパーチームだが、その場合僕の好感度は一気に上がり注目される毎日。41か少し低いな。そのためには最低でも一人は倒す。オーライオーライ。回転を食らいやがれメテオスパークジェノサイドボール。えい女の子投げかよ。よっしゃまたボール来た。やっちまった73か。あまじりろ間に合った。やめろ。やめろ。負けてた。いい試合だったぜ。くそ家具運ぶの手伝ってくんない。超能力でパパッとさ。自分で運べ。おーくーちゃんすごいわ。ただ便利なだけだと思ったら大間違いだ。大抵僕の力には。ねえ見て見て超力持ちの人。いやいたら超能力者だね。そうね超能力者がいる。茶番やめろ。今度はクローゼットが開かないわ。なんてことだ。終わったぞ。広すぎて落ち着かない。切れそうなんだけど。ダメだダメだ。そんなところに置いて誰が座るんだ。下枕だやり直し。なんかグワグワする。ダメだ。休憩。よしちゃちゃっと元に戻してくれ。クーちゃん頑張って。はあ。ついに完成したね二人の愛の城。そこで一つ問題なのは近くにあるものも一緒に戻してしまうのだ。仕方ない。僕の超能力は万能じゃないのだから。こらお前。なんだそのだらしない制服の着方は。あすいません。当然だ僕はどこからどう見ても普通の生徒だからな。しかし学校での僕は最も目立たない存在。一体なぜか。マインドコントロール。アンテナ？なんだあいつ。あれもしかしてヘアピンか。普通のヘアピンだな。この現象は何を隠そう全て僕の超能力が原因なのだ。人の生態遺伝子そのものを変えてしまったのだ。お？粘土に当たった。子供の頃僕が超能力で怪我を治してやるとそれを見た相手は驚いた。しかしここは頭の回転早すぎるだろ。ストライク。これも僕がそうしてしまった。トンとやっただけで気絶。てめえふざけてんじゃねえぞこら。邪魔すんじゃん。今後怒りで我を忘れているようだな。とな。これでよかっただろ。今日は1ヶ月後に迫った PK 祭の出し物を決めたいと思います。私部活あるから放課後はなおね。あの私もバイトがあって放課後。うちの出し物は校庭にあった面白い石でいいかな。たく火がついちまったじゃねえかよ。これから忙しくなるね。やりますか。あ私飲食店がやりたいな。あ俺も展示より店の方が思い出になるしな。ちょっと言いにくいんだけどメイド喫茶なんてどうか。じゃあ女子は化粧品とか貸せよな。てめえは厨房でオムライスでも作ってろ。おい君たちそんなんで完全燃焼。私は焼肉屋を提案します。私の大好物だからです。お化け屋敷なんかどうかな。ゾンビのメイクしたり。しょうもな。お前さメイク不要だな。僕もそろそろ見たいテレビが始まる時間だ。手っ取り早く決めてやろう。なんだ。でも隕石1個ってのも味気ないよな。それだ。いくつか目ぼしいのは拾ってきたんだがパッとしなくてね。本当に拾ったんだよね。つうわけで佐伯さん文化祭で俺とバンドをやりませんか。消えな。そうですか。一緒にバンドやりましょうよ。やるわけないだろ。タケルはボーカルだったんだけど毎回顎が外れるんで急遽ギターをやることになって。こんなメンバーでなんでバンドをやろうと思ったんだ。ああ修学旅行大変だったな。おいこの僕に脅しか。なかなかいい度胸してるじゃない。合格だ。お前は不合格だから。いいから引け。
けてる。なんてダイナミックなサウンドだ。昨日は詰まり気味の排水口がようやく流れ出したような声だったのに。合わせてみようぜ。すごいですよ、サイさん。あれ、サイさんどこ行った？しかしすげえな、サイキさん。自分だけじゃなく俺らまで弾けるようにしちまうとは。僕は演奏と同時にテレパシーで演奏者のイメージした音をそのまま全員に送ってやっただけだ。伝説作るぜ。よし、全員配置終わったか。俺の石はただの石じゃなくて。小林くん、それは？ああ、校舎裏に隠すように置いてあったんだ。それを目標に頑張ろう。 PK 祭を成功させるぞ。エントリーナンバー5番、1年1組、美しのマリコです。さあ、いかがでしたか、解説の校長先生。皆さんとても綺麗で、甲乙つけがたいです。あ、行こうか。うん、じゃあ、あのカフェに入ろうぜ。そうだ、よし、入ろう。あのお化け屋敷カフェにいよう。僕やっぱりあっちにするよ。怖いもの結構好きなんだよね。じゃあ俺たちの方も行くか。まあ、これで何も見えねえな。さあ、進むぜ。光の差す方へな。そっち入り口な。おい、あ、リアルだな。リアルだからな。これは、よし、俺らで何とかするぞ。おい、まあ、あんたのクラスの出し物見たからもう帰るよ。お化け屋敷頑張んな。まあいい、せっかく抜け出したことだし、このまま帰るとするか。返せ、バカ。あ、しまった。石化する。まず思いつくのは時間を1日前に戻す能力だが、それはできない。溶けた時に1日が経過していればさすがに不審がられる。おお、マイカラーメン。よし、これで能力は封じた。目を塞げれば何だっていいのだ。仕方ない、瞬間移動で僕の家まで運ぶ。なんだ今の音は。まずい、粘土の母親が入った。 OK だ。どうしたんだよ、あんたたち。何が OK だ、この野郎。すごいな、なぜに粘土。よく掘れたな、こんなの。目玉展示になっちゃいました。やばい、よくそう。瞬間移動で盗み出せないか。じゃあもう一回壊れたら終わりだな。あ、指折れちゃった。もし死なれでもしたら 2% くらいは僕の責任だから。ほら、降りなさい。あ、改造人間サイダーマン2号。うわ、倒れる。おい、入ろう。聞いたか、うちが最優秀クラス賞だって。僕もさっき知って。あ、佐伯くん大丈夫か。佐伯、佐伯が体を張って受け止めた。すげえな、その石像誰が作ったの。佐伯くんだろ。身を挺して石像をキャッチするなんて作者でもなければできないよ。佐伯の精神が心配だな。こんなことなら割れた方がマシだったな。人は生まれながらにして平等ではない。転校なさるおつもりですか。才能、容姿、そんなチャチなものじゃない。もっと圧倒的な力を持って生まれてきた。サイコメトリ君です。あからさますぎるぐらい金持ちだ。俺様はサイコメトリだ。そこの唇貧乏、席を買われ。唇貧乏、高橋先生、俺席変わります。何もだった高橋、退場されたのか高橋。なんでうちなんかに転校してきた。お前だ、テルハシココミ。え、前に街でお前を見かけて調べたぞ。噂になってんな、やっぱ新入りのくせにでけえ顔しやがって。ディガードもろとも閉めちまおうぜ。でもサイコの親とか出てきたら。貴様らの貧乏話など何の興味もないがな。それよりココミを見なかったか。多分女子トイレとかに隠れたのかと。おい、何やってんだてめえら。ふざけんな、あいつはそんな女じゃねえ。先生呼べ。おりゃー、大丈夫か。おい、これ以上騒ぎになると僕まで巻き込まれそうだし。俺様のところへ来い。だから私好きな人がいるの。佐伯くんが好きなの。なんで佐伯がこんなタイミングで現れるのよ。これは告白を断るための口実で。見てたーってことは、さっきの話は聞かれてないのね。よかった。そんなわけないだろ。お前も所詮脳内貧乏畑の女か。まあいい、女など他にいくらでもいる。お帰りなさい、くーちゃん。パパから大事な話がある。少年コネア君をそろそろ海外進出を計画しててな。その編集長に僕が任命されたんだ。まあ編集者は僕一人しかいないけどね。しべこうは嫌だ。続いてのニュースで、相手は42歳年上の一般女性。久保安くんが捕まった。サイコのボディーガードへの暴行罪だ。私んちも昨日突然電気と水道を止められて。それは払ってないからだな。アゴ貧乏も昨日買った本は楽しかった。キー、鼻くそもお前なのかよ。お前やお前の周りはどんどん不幸になっていくぞ。よく考えるんだな。ココミのやつ相当追い詰められているぞ。お前らこのとこで分かってくる。俺らが守らねえでどうすんだ。行くぞみんな。うわあ、なんだお前。待て、落ち着け。あの金お前にくれてる。金か。ああ、手が滑った。テルハシさんとは相手が悪かったな。あれ、今日クソは？クーちゃんならさっき出てったわよ。お父さんたち連れてくるから。いやあ、まさか家にいらっしゃるとは。あれ、言ってなかったっけ。うん、まあまあ、せっかく来たんです。貴様は帰って寝てろ。渋谷マジ上がる、上げ上げ。いや、でも僕も渋谷…留守番頼んだぞ。お父さんは鹿として買い物に行きましょう。ふっ、勝手にしろ。ねえ、見て見て。本当に行ってしまいよ。おう、どうした、迷子か、じいさん。殺し屋じゃ。どこ行く。なんだかすごく嫌な予感がする。粘土、なぜお前がこんなところにいる。お前は土管が置いてあるような空き地で遊んでろ。へへ、ほいほい。
はい、いや、おかしいだろ。何それ、ヘイホー。何それね。どうしたら仲直りできるか。そういう時はプレゼント買ってやんだよ。俺っちが選んでやんぜ。17でダンベル欲しくねえやつなんかいねえぜ。大半は欲しくない。じゃあこれなんてどうだ。17でこれ欲しくねえやつはいねえぜ。クソ、ちょっといいか。さっきなんとなく衝動買いしてな。よし、頑張った。わし勇気を出して渡したぞ。ありがとうございます。謝って仲直りしたのね。頑固なお父さんが謝るなんて。まあいいか、これでも。坊ちゃんは今日も出てきてくださらぬか。ならんぞ。話は聞いたぞ。メトリ、親父、負けて逃げることは何があっても許さん。それが最高一族の宿命なのだ。うわー、すっげー。これ食ってもいいのか。俺様の下につくという正しい選択をしたんだからな。あ、おめえの下やだ。やんなもん。ああ、そして俺の指示に従うたびに報酬も出す。マジかよ、おめえいいやつだな。じゃあ200でどうだ。無駄だぞ。ああ、上とか下とか分かんねえけどよ、ダチならなってやってもいいぜ。何言ってやがんだこいつ。うまかったぜ、あの肉な。マジうめえのな。おごってもらって悪いから、もう一軒行こうぜ。次は俺っちがおごってやっからよ。やだね。んなもんいくらもらおうが、てめえの手下になる気はねえ。1万5000円くらいの感覚だったんだろうな。おい、何をしてる貴様。金が飛んでくぞ。聞こえるか。あれはマジかよ。あれを助けるために金を捨てたのか。いや、サイコが浮きそうなもん持っててよかったぜ。親父のやつ嘘つきやがって。金で買えないやつもいるじゃねえか。あそこにいるのは久保ですか。あんなところで何突っ立ってるんだ。ああ、ぶつかっといてごめんで済むと思ってんのか。うわ、腕折れた。治療費100万いったわ。で、俺が男じゃねえか。もう言ったら。マジですみません。やめてくれ、死んじまうよ。今朝のは果たして現実だったのか。まさか久保安があんな戦闘力を隠し持っていたとは。それに時々奴の頭の上にという変な文字が現れるのもおかしいと思っていた。それ見えるの。久保安のことなんだけど、あいつって。え、俺がどうかした。ああ、久保安。おう、転校生。おめえどうしたんだ、バカか。お前が言うな。大丈夫か。大丈夫だよ、これくらい。おい、謝れねえんだ。それより次体育だから準備しようぜ。そうだよな、あれは見間違いだ。あ、ちょっと。おい、返せよ。首からした別人じゃねえか。やっぱりお前は不良なのか。妙にうんこ座りが様になってるが違うよな。ん、お雨だ。みんな校舎入れ。お前も一人ぼっちか。うわ、これはまた不良っぽい。つうか、急な雨に校庭に捨て犬って。なあ、佐伯、帰りに飯でも。どうも、こんにちは。いや、待てよ、これ。はい、君も逃げちゃダメよ。早く出せよ、俺。面倒なことになっちゃった。どうしてんじゃねえやろ。くしゃー、やっちゃえ。うわー、やっちゃえ。もう限界だぜ、我が力ブラックビートの。おい、おい、聞いてんのか。もう手遅れだ。舐めてんのか、こら。百鬼丸先輩は何、わけわかんないこと言ってんだ、こら。あんま舐めてんじゃねえぞ。ねえ、それお前が持つのかよ。こら、財布どこ。どうした。そういや、今日は見てないな。ヘルシェイ粘土。おめえら、お前ここでバイトしてんのか。宅配便や公共料金とかチキンあげたり、覚えることが多いんだ。お、全部で500円つうとこだな。そんなアバウトに。ネジ打ちさできてねえ。37の景品にこの唐揚げさんやるよ。やるんじゃねえ。ああ、粘土君、友達かい。お、店長。あ、すいません、勝手に。1週間前、私が心臓発作で倒れたところを助けてもらったんだよ。君はクビだ。お、レジ破壊3回、コピー機破壊2回。レジ、フィクションの世界にだけ存在する超出世コースだったのにな。前のバイトをクビになっちまって早く来ただけだよ。いかに気よく聞け。最初はみんな失敗すんだ。見た目だって関係ねえ。やる気か。お前クビ。おい、母ちゃんの誕生日。おいよ、うち父ちゃんいねえから母ちゃん一人でいっつも働いてんだよ。何泣いてんだてめえら。アホだからな。泣いてねえよ。新しいスタッフ3名を紹介します。カイドウ君と久保安君とリキー君だ。おお、来てたんか、相棒。な、粘土、リキー君、履歴書もリキーという名にしておいたしな。リキー、水、水、おっさんに注いでるから。 おいそこのバイト、このポテトケチャップついてねえぞ。今お出ししますね、鼻から。食べてんじゃねえぞ、おら。ワープがすごくてさ、お前はほんと可愛いやつだな。本日のスケジュールをお聞きになる場合は。しゃべった。どうでもいいな。どうでもよくないだろう。猫はしゃべったんだぞ。いや、それは猫じゃない。はい、私
っくりした僕はクニアルパパだよよろしくねおっしゃってる意味がわかりませんこれ見てネット接続もできるらしいわよやってみるわねなんだよ甘えに来たわけでもなんでもなかったのかあ、私一年のマキって言います相変わらず平和に慣れきった家畜のような面しやがってん何を読んでいるのだそりゃ告訴状かなんかじゃササイケーどこかかたないエンドはぬれエンドがサイコメトリーで読み取ればすぐわかるんだそんなバカな信じられん一体どんな人生を歩んできたこんな奴に惚れるんだありえない先週の日曜グラウンドなんだお前そん時何かしたのか逆転さよならホームラン打ったことくらいしかやってねえしな一番かっこいいやつじゃねえかそれまあ断るけどな俺らボンキュボンのナイスバディなチャンネル映画タイプだからなじゃあとりあえず付き合ってみっかじゃあとりあえず人の愛を舐めんじゃねえ名言出たないいか付き合うっつうのは一緒に帰ったりデートしたり二人で愛を育むんだよ他にももっと大人になったらそのほら粘土がもらったんだよこれ違うんじゃないかなラブレターじゃないよ多分コジヤまで付き合ってください入部いつまでも待ってますマキシーコサイキ君明けましておめでとうテルハシさん明けましておめでとうその家に何か用かなえほらやっぱり出てきたやっぱり明けましておめでとうございますキャーココミちゃん明けましておめでとうあのクリコちゃんは今日はいらっしゃらないんですか以前女体化した時に会って妹とごまかしたんだったまずいぞこいつらに伝えないといやクソに、ま、ずいあーなんだクリコって妹のクリコかおいよせよ親孝行か何言ってるのはいお年玉ちょうだいこの冗談いつまで引っ張るのかしらうん行こう初詣わあ人が新年早々最悪な展開テルハスさんと佐伯と二人きりにならないと二人の思惑が初めて一致した瞬間であった予期せぬ質問で私としたことが取り乱してしまったわやっぱりこの人苦手知ってるよだから君じゃ釣り合わないんだよえあれ君が好きだと思ったなんでこの人が苦手か分かったわこの人私に会ってまだ一度もオフしてないだがあまりテルハスさんを侮らない方がいい僕ですら手を焼く相手だぞ私そんなつもりああごめんごめんこれはみんな彼女のボーイフレンドってことさてと何とかして一人きりにならないと最近気になるやつがいる僕はテストでは目立たぬよう平均点を取ることにしている佐藤博士この同姓同名だけで東京ドームが埋まりそうな名前え佐藤博士いたかなそんなやつ転校してきたばっかだから全員の名前覚えてないんすよねどうやら他にも佐藤博士はいるっぽいっすねいやあいつだどうしたんすかその顔いや僕はたくさんの災難に見舞われただがあの男を見ろまさにリア充そのものリア充あの普通さもはや尊敬にすら値する体重 61.0kg だこれがどういうことかわかるか打眼にメガネ1の配分も申し分ないこんな3人組を見落としていたなんて面白いなお前も少しはあの普通さを見習えねえねえ好きな芸能人とかいるっしょ誰誰急に言われても橋本環奈佐藤君は野球部だったのかはあ今日も普通って言われちゃったなそれも普通だけど気にするなテラブルのゴミであるとじゃん年収415万のサラリーマンの父さんが簡単に払える金額じゃないよ必死で払ってもらおうかなどうしたらいいんだ謝っても許してくれない土下座して謝る本当にすいませんでした畳みかける普通のキャベツブス普通の人生を送る人を脅かす奴が許さそんなわけないっつーのきっとボールか何かが飛んできたのかな今のうちに逃げちゃおう普通返すの悪いけど自分で戻しといてやれやれなぜこんな奴が図書委員なんだそれに何より今僕が読んでいる本はここにしか置いてないのだ残り5冊だが一度に借りられるのは4冊までん手袋が破れてるしまったというかなんだこの恋愛小説の冒頭みたいなストーリーは今見えたのはおそらく20年前にこの本を借りた者の映像だろうやれやれネタバレじゃなくてよかったこの間もあの二人が借りてるのかふーんちょっと興味本位で見てみるかこんなに話が合う人初めて会ったよ僕は全く会う気がしないなよかったら付き合ってくださいここで終わり僕はこの本を読むために来たんだ他人のプライベートを覗きに来たわけじゃない東野泣いているのかこれは失恋の涙なに泣いてるのあら誰かしら何ですかあなたは私は証拠のフィアンセだいきなりクライマックスやめて
今の食らってなぜまだ立てる。パンチ。技名がシンプルにダサい。また終わった。原作に追いついてアニメくらい引っ張るじゃないか。勝負の行方はどうなったんだよ東野。時間だから、ほら出て。ほら東野、お前勝ったんだな。レプリカロボ。そう、ようやく完成したんだ。そのおもちゃで遊んでていいから一生僕に構うな。ま、見てもらった方が早いかな。やれやれ、白紙味なもん作りやがって。驚くのはまだ早いよ。やれやれ、めんどくさいな。うわ、クソだ。クソの性格、趣味、思考がインプットされた AI で会話も完璧。今何時だ。え、8時40分だけど。でやば。クソメガを止められるかな。よー、サキ、今日早いな。大丈夫、僕のコピーだ。少し待てばすぐ一人っきり。こんにちは、僕とお話しようよ。うわ、すっげー、サキがモノマネした。人気ロボット全員が大原に気を取られた。何その能力。すげー、煙出てるけど。やれやれ、少々厄介だな。12時ちょうどに全裸で走るよう命令してあるから。やめろお前。ちょっとサキさん、なっちゃう。なんでメガネしてないんすか。それで容姿偽物か。ジャーとはならないでしょ。ボキッといけ、ボキッと。いつもなんすよ。クソの性格、趣味、思考がインプットされた。ご苦労。何これ、ロボット。クソ以外にもいるのか。取りつかれた。ちょっと興味あるな。おっと、ついに気づかれちゃったみたいだね。佐伯がここを嗅ぎつけたようだ。単純なおかげで簡単に操ることができたよ。クソもきっと手を焼くだろうね。一流格闘家のね、行くぞ佐伯。ヤフ。これは思った通りだ。まんまとハマっちゃったね、クソ。まさか体を乗っ取るとはな。無敵の佐伯さんも体を奪われちゃどうしようもないっすね。そいつは気絶してないっすからね。何、完全に気絶するくらい強く殴ったはずだが。頭の中でごちゃごちゃ喋られるのはもうたくさんだ。頭ごちゃごちゃしてんのはお前だ。ズボンを脱がすな。おい、お前も止めろ、あの野郎。なるほど、外に出て。お前ほんとふざけるな。ま、この辺りじゃ外に出ても誰とも会わないだろ。あら、避けた。妙だな、霊が入った鳥塚くんの動き。鳥塚くん、危ない。なぜ霊が俺を。なるほど、怒らせて扉の前に誘導してたんだね。頼むっす。やっぱりダメか。まあ仕方ないか。よし、着いた。本当にこんなので超能力が制御できるのか。まあ見てなよ、ドクちゃん。やれやれ、鳥塚にまさかここまで追い詰められるとはな。ほら、これで敵か。危ない危ない。後ろの友達は助けられるかな。今度は人質か。飛んだリサイクル精神をお持ちだな。クソ、ちゃんと覚えてるよね。起爆スイッチさ、抜けるとクソの超能力が世界中に広まるように設定しておいたんだ。世界の半分をクソに渡して僕らは残り半分で暮らすべきなんだ。僕は魔王か。それから何十回何百回何千回と一度も勝てなかった。なぜわかった、あの爆弾が偽物だと。あれが本物なら鳥塚は死ぬ余地くらい見えてないとおかしいのだ。クソと戦うために作った究極の兵器、その名も猫戦車。こいつ自分を人質に。まあでも別にいいか。それプラスこれだ。んこれをこうして風圧だけでクウスケも猫戦車も吹っ飛んでいくだろう。ふう、爽快だね。どう猫戦車、あれ心臓しもらった。あ、惜しい。もう少しのはず。ん、もしかして弾切れするのを待ってるの。次は避けられるかな、それとも次で終わりかな。なんで俺なんか守ろうとしてんだよ。サキさん、君がこう来るのも想定してたよ。床と制御装置が粉々に。何、負けた。もう少しだったね。普通に生活なんてもう。僕は人に迷惑をかけてまで普通を得たいとは思わない。いや、実はもうとっくに解除してたんだよね。最後の言葉はそれでいいか。人類のためになんで可愛い弟が犠牲にならなきゃならないんだってね。それに完全に超能力を消す制御装置はもう完成したしね。まあそれならいい。お前今なんて言った。え、超能力を消す装置を作ったって。制御装置バージョン2だよ。達成。さあ頭出して。いや、ちょっと待って待って。これは一度つけたら最後、超能力とは永遠にお別れだ。それでもやるかい、クソ。ははまったく生意気な弟だよ。少しは感謝してる。え、父ちゃん、かあ、あったかくない。なんだこれ、冷蔵庫かよ。授業どころじゃねえぞ。僕はパイロキネシスがあるから別に寒くないが。ちょっと前悪いな。おお、あったか。はい、おい、ネド、お前のそれ回路か。100円やるから俺に。俺は150円。100円。ここはもういつもの教室じゃねえんだ。あそこ見てみな。つうか、サボっちまえばいいじゃねえか。ネド、初めてまともなこと言ったな。僕を残し人気お笑い芸人のピーナッツ上田が抗議に来る日だろうが。よし、できる限りの防御をしようぜ。おう、切れるもんは何でも切るんだ。完璧だな俺たち。うわ、マジかよ。どうした、一体何があった。何があった。おいおい、なんだこの寒さは。ピーナッツ上田さん、みんな窓から離れな。なんか寒くなくなってきた。私も感動すると心が温かくなると朝どっかのおっさんが言っていたおかげか。
さては終焉の時が目前に迫るこの世界の緊急。ケツの穴に入ったビー玉が取れねえのか。そこまで低くもねえな。心配かけて悪いな。冗談よせよ。関東最大の暴走族エスパーの10代目元総長。その代わり俺が勝ったらもう関わんねえでくれよ。おう、約束するぜ。ほらよそ見すんなこら。やはり悩みの種はこれか。まあ暴力に暴力で対抗していたら。なんだこれ、ガキみてえな封筒だな。久保安くんへ。くんか、恋文ってやつじゃねえか。ピキってるの、ドキってるの。誰だ俺。久保安くんのことが好きです。もしよかったら私と付き合ってください。何引いてんだよ。付き合うことになったら結婚すんのが当たり前だろうが。一文字ずつ取って久保安アクアなんてどうだ。やれやれ、こいつもここまでこじらせていたとはな。くそ、今にも逃げ出して。気のせいか。念のため透明化してきて正解だったな。来た。お待たせ、クミコデュエス。マジビビったよこいつ。嘘に決まってんだろ。圧倒的力、クボヤスに喧嘩を売る者はめっきりいなくなった。何見てんだ。僕の名前はサイキクスオ、普通の高校生である。それは過去に超能力者だったということだ。テレパシー、透視、瞬間移動、今僕は普通の高校生として静かに暮らしている。学園一の美少女寺内さんと2年連続同じクラスだからだよ。少なくとも僕にとっては全くラッキーじゃない、むしろ災難だ。はい、席について。この有様である。ねえ佐伯くん。佐伯くん、まったく超能力がなくなれば面倒から解放されると思ったのに。確かに誰よりも整った顔をしている。それよりどれにするか決めた。え、同じ国を選んだみんなで班を作り一緒に調べましょう。ああ、そういえば言ってたな。超能力なんて必要ない。今まで僕は人の本音の顔をたくさん見てきた。確かに超能力は消えても超能力を処理してたこの体は無理をすれば傷口は開き病気はぶり返す。おう、相棒。だからいきなり。おう、たく、反り込みの角度を2度下げてくれでよ。平常心だ、平常心。何か挨拶の一つが頭の中で聞こえた気がしたが、それも気にするな、平常心だ。昨日の図書室は災難だったな。まあそうだ、図書室といえば昨日図書室の本がごっそり消えたらしいぜ。落としたのか。わかんねえ、ポッケに入れといたんだけどな。佐伯、キー知らねえか。なんだ、口の中に何か。おお、それ俺のバイクのキーじゃん。見つけてくれたんか。あ、なんだこれ、ベトベトしてんぞ。あったの。あれ佐伯いねえし、どこ行ったあいつ。おい佐伯、便所じゃないか。ずっといるんだな。まずい、何してんすか、さっきからぼーっとして。取りつか、触れない方がいいのか。いやでも見えてるしな。マジか。え、誰って誰のこと言ってんすか。いや、やっぱなし、何も見てない。まさかこいつですか。天下がまた来るんすか。消えよ。あ、クウスケ、あれ本当に超能力が戻りかけてるんだね。違う、ヒーローごっこは終わった。僕はもうただの人間になったんだ。さて、クソが平穏に暮らせるように頑張るか。問題？ああ、大したことないよ。隕石です。たった今政府から巨大な隕石が落下中との発表がありました。落下中とのことです。これを僕に何とかしてほしいんだって。本当無茶言うと思わない？とりあえず言われた通り来たけど、何なんだこれ。バカ野郎。うん、それでバッチリだよ。じゃあ、なんだ、なんか落ちてくんのか。んな冗談言ってる場合じゃねえんだよ。早く退避しろ。冗談だ、おかしいのは。隕石って高く揺れるのかな。さあ早く逃げましょう。急がないと僕らが全力でお守りするので。早く、なんとかしなさい。神、じゃあ無理無理。大丈夫だと。何の音かな。やれやれ、僕の名前はサイキクスオ、超能力者である。兄弟なんだから別にいいじゃないか。それより話があるんだけど。もういい加減にして、今すぐ出てってよ。明日近所でドラマの撮影があるんだ。ロケ現場には業界人もたくさん来る。ここみは芸能界に興味がない。花屋の花が美しいのは当然。まあ本当は俺が伝えたいが、血は喧嘩中なんでな。しっかりやれよ。え、お兄ちゃん来たの。うちの兄が迷惑かけて本当にごめんなさい。閉まってるじゃん。しょうがない、他行こうか。さて、早いところ置いてまするか。多分大丈夫だと思うけど、どうしようか。まっすぐ帰宅だ。あいつら駅にいる。
まずいな、帰れない。あれ止まった。こういうところ来るの久しぶり。たくさんあるね。この状況も考えようによっては好都合だ。少しくらい相談して決めてもいいんじゃない。それなら私といい勝負になるかも。ボロクソにして勝つ。最近ってこんなやつだったのね。じゃあ帰るとするか。いや疲れた。なに、メガネちゃん、タイムアップ。え、ここ見限界だ、逃げるぞ。ギリギリ間に合ったか。ダブル透明化だ。でもなんで、私なんでこんなにドキドキしてるのよ。ギャップ萌えかよ。もうすぐ世界は血の海になる。あら、シュン君。今帰り？お、お帰りなさい、ママ。ママ！どうしたの？すぐ近くなんだから、うちでお茶でも飲んでってもらったら？さっき町内会でコーヒーゼリーをいただいたから、一緒にどうかしら？グズグズするな。案内しろ。まあいいわ。お茶の用意してくるから。ありがとう。あーてめえ、何やってんだこれ！エロ本探してるに決まってんだろ。あーねえよ、そんなの。つまんねえの。じゃ。なんかあったっけ。入るわ。部活で来れねえとよ。おめえらなんでわざわざ私服に着替えてんだ。綺麗な服に着替えて、土産の一つでも用意していくのが礼儀だ。早く行こうぜ。さっきからずっとクソしてんだよ。待って、ラスさんの家でクソする気か。多分開いてんのか。あ、いらっしゃい、上がって上がって。チューたちももう来てるから。お、おじゃふ。おじゃふ、うちの部屋なんて来たの初めてだしな。ってなんで星座なの。春休みにみんなで行く旅行先を決めたいと思います。何か案がある人。おしまいなんてどうだ。おしまい券。あ、いいね、おしまい。私行ったことないかも。それやっぱ金閣寺、金閣寺だよな。あとあそこも行きたい。三十三間堂。うわ、京都行きたくなってきた。そうだ、お前温泉行きたいって言ってたな。あ、おう、群馬が。おしまいのガシャドクの温泉な。名前怖。うわ、おしまいやばくない。もう決定でよくね。よし、もう決定だべ。うん、もう多数決取るまでもないね。待て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 。そう、おしまいにある終わり山こそ日本終焉を招く大噴火を引き起こす山なのだ。この日じゃなければ何も問題は。日程は4月の9日と10日でいいよね。はい。うん、大丈夫だよ、それで。ダメだ、ダメダメ。え、さっきダメなの。どうせ大した用事じゃねえだろ。うん、やっぱ9日しか空いてないな。なんでだよ。9日どうしてもダメなの。旅行楽しんできてね。行ってくる。あれは終わり山だよ。しかし驚いたぜ、まさかハイロがおしまいに詳しいなんてな。私一人でもかけたら中止と言われたら行かないわけにも行くまい。あれ、そういえばメラさんは。それに旅費がないって。納得するしかないな。あれが有名なおしまい通天スカイポートテレビタートさん。すごい、欲張りすぎな気がする。うん、遅かったわね。え、あれ、北どっち、なんでここにいるの。ていうかあれ、あ、ヒッチハイク。最初に出会ったのは越中さんという老夫婦。とても優しい人だったわ。私はこの旅行を一生忘れない。来たばかりで締めに入らないでくれる。じゃあおしまい観光に出発だ。やはり本日のご予約者様の中にどなたのお名前もございませんでした。どうなってんだ、ホテルの予約は確か夢原が減るって話だろ。全然入るわ。はい、おめえ、ごめん。攻める相手間違ってないな。何をしている、出稼ぎにでも来たのか。え、サイコ君なら空いてるホテル知ってるんじゃ。やめろ、地べたに頭をつけるのは勘弁してやる。一言お願いしますと。うるせえ、てめえの力なんか借りねえや。本当にここに泊まっていいんすか。野郎のことだ、なんか裏があるに違いねえ。裏などない、女性用の部屋はあちらに。じゃあね。今度だったら礼を言わないとな。あいつらも着いた頃だろうしな。さてと。あ、やっと来た。もう遅いっすよ、こんな時間にこんなところに集まらせといて。未曾有の大噴火を止めようとするクソ。噴火を抑えるだけでは噴火箇所が移動するだけなので、クソイーのお腹が減っちゃって失敗していた。とにかく時間はあまりないのだ。枕投げしてたのかい。ああ、おめえが8時に寝た後にな。あれ、そういや最近は。明日の朝僕になりかわり粘土たちと合流し、こちらに近づかせないよううまく誘導してくれ。やれやれ。まあいいか、俺らも朝食取ってこようぜ。おう、通じた。パレオ。それに噴火を止めるダブルは一人でも多い方がいい。最初の噴火を止めなきゃ2回目の未来は見えないし。いや、止める予定さえあれば見えるはずだ。クソの言う通り見えた。じゃあ車庫はここに残ってて。じゃあ次のとこに出るよ。大噴火まであと10分。クソ、問題発生。こっちの方はどうだ。問題ないっす、バレる気配はないっすね。僕が万が一負傷でもしたら全てのダブルにダメージがいってしまうのだ。でも分かってる。よし、いいぞ、そのまま続けてくれ。テレポートさせたマグマはどこに行くんだ。宇宙にでも捨てちゃえば。今日で終わらせるんだ、この未曾有の大噴火を。ループするこの世界を。クソ、大丈夫。ちょっとね。大丈夫だ。せめてハグさせて。やれやれ。
なぜ？どういうことだ？何してんだ佐伯？なぜこいつらがここに？どうなってんだよ。おい、テヘペラ。進むか。いやでも俺だけのせいじゃないっすよ。いろいろあったんすよ。おめえ本当に相棒か？何言ってんだよ急に。やれやれだな。まあでもやれやれ言ってるし佐伯か。こんだけやれやれ言うやつ佐伯しかいないし。あれは、なるほど、そういうことか。どうやら理解してもらえたみたいっす。その後俺たちを見つけて、さっきの疑惑もあってみんなヘリでここまで来たんすよ。やれやれ。いやこうなり白状しましょう。俺たち双子なんすよな。何かあったらまたお願いします。へへ。お疲れっす。ふい。その仏語なんだ。それは無理があるだろう。そうだよ、何でも話して。何を聞いても佐伯くんを嫌いになったりしないわ。え、それもはや告白じゃねえ。佐伯、話して。いいじゃねえか別によ。隠し事の一つや二つあっても相棒は相棒よ。隠してること無理やり話させんのがダチか。粘土がまともなこと言ってる。感想それかい。粘土がまともなことを。そこまだ引っ張るの。僕も賛成だな。はい。自分から話したくなるまで。そんなのよくわかんねえよ。カイドウくん、カイドウくんのこと好きなの。信頼してても好きでも言えないことだってあるよね、ココミ。え、でもこの話終わりな。つか夢原、さっきのマジ言っちゃった。びっくりしたよ。あの時と関係性は違うが、こいつらが受け入れてくれることぐらい知ってたよ。そうよ。それでじゃあ超能力を見られた事実は全部なかったことになったんだ。ああ、超能力封印装置やっぱつけるんだそれ。ああ、消えてから話しても信じてもらえるかわからないけどな。そういえば超能力が消えた後マインドコントロールはどうなるんだ。消えないと思うよ。じゃあな。忌々しい呪いの力、いや少しは役に立ったかもな。タイムです。私も2年生に進級したです。ココミ先輩のようになるです。おい、見ろ、テラスさんだぞ。おお、テラスさん、みんないるんか。何の話だろう。まあ私は知ってますけどね。なんだよ、言ってみ。謝らなきゃいけないこともたくさんあるしな。よし行くぞ。うわっ。え、なんだ今の音。マジか。僕の名前はサイキクスオ。普通の高校生である。その力で何度か世界を救ったこともある。だがいろいろあって僕はその力を永遠に封印することにした。少なくとも僕にとっては全くラッキーじゃない、むしろ災難だ。なあサイキ。サイキ、びっくりさせるな。なんか話があるって言ってたけど結局何だったんだ。カイド君静かに。あれはおそらく僕の力だと思う。ねえサイキ君。サイキ君、例えば投資、以前の僕は見つめるだけで投資できてしまっていた。確かに誰よりも整った顔をしている。それよりどれにするか決めた。え、同じ国を選んだみんなで班を作り一緒に調べましょう。ああ、そういえば言ってたな。こんな時にテレパシーさえあれば簡単に回避できるの。いや、ダメだ。めっちゃ真剣に考えてる。さてと、じゃあカナダの政治と社会について調べましょう。あ、もしや予知能力か。二人聞いたよあいつ。クソ、カナダだったか。ほんと参っちゃうね。つかあいつ調子乗ってね、ムカつく。席隣だし絶対見て書いた。面倒だ、千里眼で探そう。千里眼はできないんだ。天空に手を掲げるヤバいやつになってしまう。てめえさっきから何してんだよ。目障りな。おめえよ、あんま調子乗ってんじゃねえぞ。やれやれ。無視してもいいんだが、図に乗らせるのも後々面倒そう。なんだてめえ。佐伯くん本あった。あー、テラさん、いやすみません、つい話し込んじゃって。僕ら佐伯キュンとマブダチで。やっぱり二人じゃなかなか大変ね。明日の授業までにまとめきれるかしら。カイドくん、このまま喫茶店行って続きやろうか。あ、いや俺この後塾があってごめん。あのもし時間があるなら、この後場所変えてもう少しやらない？俺ちゃもう終わったぜ。邪魔。俺これがアメリカよ。牛丼屋か。じゃあね、俺らが手伝ってやんよ。いや大丈夫よ、自分たちでやるから。相棒、アブリサイコキネスは使えないはずだ。じゃあなんで僕は無事なんだ。相棒、粘土だ。下に粘土がいるぞ。サイキもいるぞ。マジかよ。何がうまくいったって。不甲斐ないな。こんなことなら超能力を消さない方が。そうやって助け合っていくのが人間つうやつだぜ。しかしびっくりしたな。簡単に倒れるような本棚じゃないと思うけどね。病気のため自分の足で歩くことは不可能と診断されたチャッピー。この旦那様が頑張ったのね。いやいや、この奥さんが支えたんだよママに。感動。どこの誰かも知らない他人の犬の病気が治っただけで、犬一匹で随分儲けて笑いが止まらないだろうね。こんな生々しいこと考えてるわけないだろ。え、超能力が戻りかけてるかもしれないだって。なんで俺そうなんだよ。超能力は二度と使えないと言ったよな。うん、わかるね。例えばこれさ、クソは超能力がなくなったにもかかわらずこんなことができるけど、とはいえ今現在ちゃんと封印されてるということはそこまで大きな違いではないはずだ。感情を高ぶらせたり間違っても超能力を使うなんて思っちゃいけない。面白くなってきた。今何か言ったか。ん、何のこと。右利きと左利きでは脳の構造が違うという話もある。おう、相棒。だからいきなり、おう、反り込みの角度を2度下げてくれでよ。平常心だ、平常心。
僕は普通の人間だ。あの後どこか痛くなったりしなかった？いや何も。どうしたの千代？じゃあまた後でね。カナダについてまとめられたのかな。でもよく考えたら私もカイドウ君と同じ塾に行ってたし。昨日の図書室は災難だったな。まあそうだ、図書室といえば昨日図書室の本がごっそり消えたらしいぜ。いや俺のバイクのキーがなくてよ。落としたのか？わかんねえ、ポッケに入れといたんだけど、ね、あるわけない。今のは幻覚、断じて千里眼じゃない。なんだ口の中に何か。いやこんな能力知らないんだけど。あれ佐伯いねえし、どこ行った？便所見に行ってみるか。しかしこれがもし透明化なら触られたらまずいんじゃないか。つか聞いてくださいよ、俺ら3年に上がったから新1年生入ったじゃないですか。触れない方がいいのか。いやでも見えてるしな。うん、こうてかなんでテレパシーで会話できてんすか、うん、天下がまた来るんすか。消えろ。あ、クウスケ、あれ本当に超能力が戻りかけてるんだね。超能力はもう封印したんだもんね。そうだ、ヒーローごっこは終わった。何かいいことあったかい？客に一つの可能性も見逃す。巨大な隕石が落下中との発表がありました。これを僕に何とかしてほしいんだって。本当無茶言うと思わない？あと2時間もすれば落ちてきちゃうのにさ。非常事態ですがどうか落ち着いてください。あ、なんだ、なんか落ちてくんのか。バカ、メテオだよ。聞こえてねえかもしんないですけど何とかしてください。彼女もいねえまま死にたくねえっすよ。逃げましょう。急がないと僕らが全力でお守りするので。早く。最近にまだオープンって言わせてないのよ。なんとかしなさい神。じゃあ無理無理。大丈夫だと思う。何の音かな。僕の名前はサイキクスオ、超能力者である。おはよう。やべえ超眠い。昨日遅くまでゲームしててさ。ここらでやめておくのが正しい選択。サイキさん大変っす。なんだ一号。そうっすよね、サイキさんでも分からねえか。さすがの俺でもあの子だけは無理っすね。科学室に行きたいんだけど、また教えてもらえませんか？ああ、科学室ね。あ、あっちか。ごめんなさい。すぐ拭きます。私ハンカチ持ってるんで。あれ、ないです。落としちゃいました。偶然不運な日だっただけじゃないのか。そんなレベルじゃないんですって。1日前。とにかく昨日のホームルームのことです。あ、結局入りやがった。すでに満身創痍だったんです。どうしたのその怪我。霊柩車に引かれました。けど不幸中の幸いか、肩から出血してたので血で自分の名前を書いて事なきを得ました。その後も自己紹介中に読者が通ったり。翌朝早い。ホームルームだけでこんな不運なのが偶然っすか。昨日の。まあそれでひーちゃんと話したら。なんだ二人早速仲いいわね。彼女の不運は近くにいる他人をも巻き込むんすよ。このままじゃ命が危険なんすよ。サイキさん助けてください。やっと現在。え、あの私方向音痴で、もしよかったら連れてってもらう。ああクソ、これ好きしょ。サイキー。では行きましょうか。一緒にいると迷惑かけちゃうって。そっか、自分でも分かってるんだ。ラッキーだってこと。迷惑ばかりかけてごめんなさい。え、違うだろって言いたいけど、言ったところで余計救いがないから言いにくい。待って待って待って、それ俺が持ってくよ。え、でもついでだから。ひーちゃんは教室に戻ってて。サイキさん、私もいるし。なんでここに。なんでって、助けに来てやったんだろう。下手すりゃここで死んでたかもな。笑えねえっす。この僕に思想なんて出るわけないだろ。いや出てんだわ、割とがっつり。あーやべえわ、これ超えてきた。あんなまがまがしいオーラは完全に証券だわ。でとにかくこんなところにいられるか。俺は自分の家に帰るぞ。次に死ぬやつのセリフじゃねえか。たーくそったら、そんなんされたらあとい。思う、いらないな、ない。ひーちゃん、何持ってるのそれ。わずかな振動でも爆発する有機化合物。一般的に現役で置いてあることはまずない。一つずつテーブルに置いて。ゆっくり。そうとね、そうと。そんな離れないでください。顔に似合わずくしゃみが豪快。うくしゃみ出ちゃった。あれ、ここにあった薬品どこにいたのかしら。相原さんと佐伯くんって言うんですね。お三方はクラスが違うのに仲がいいんですね。いや全員がっつりついてる。キングボンビーなすりつけてどこに行く。さすがに無理か。おお、どうしたのそれ。ん、あちょっとだけ振らせてよ。あーやだよ、お前壊しそうだし。うわっ、あれだって言ってるだろ。うん、くれてありがとうございます。加減にしろ。おー、そっか、この人たちもそうなんだ。それが私忘れ物はそんなにしないんです。さっきの薬品とか。なんだおい、すげえ音したぞ今。校舎の時を戻した。薬品も学校の備品だし、校舎の一部に含まれる。下です。あーごめん、ほんとついてないな。大丈夫ひーちゃん、あの爆発から私を守ってくれたんですよね。素敵でした、トリツカ様。勘弁してくださいっす。
佐藤、好きな動物何？うん、やっぱり犬かな。猫も好きだけどね。つーか高橋とかと同じくらい。バカ野郎、全然違う。あんなのと一緒にするな。ごめん、うちか。分かったら二度とそんなこと言うなよ。言い方変えただけな気がするけど。なぜ佐藤くんの隣にあのスーパー不幸少女が。そんなやべえの。当然だ。だが佐藤くんは逆に全てが普通ゆえに運も普通だ。うわ、すっげえ、どうでもいい。来たぞ、水槽を運ぶ女子生徒。はい、来た。さあ、どうなる。じゃあ、え、佐藤くんにはあのアンラッキーが引かないんだぞ。そうか。現状のタイルが落ちてきたぞ。大丈夫、引いた。してみてもいいが、本当だ。近づくなと言ったが、それが原因か。物も通さないのか。どうした母さん、急に笑い出して。いや違う、これも超能力だ。なるほど、謎の超能力が無意識に出てしまうのか。はい、お茶よ。日頃の行いを顧みるんだな。マトリョーシカ、気持ち悪いっていうか、これヒロアカのヤウルズのパクリじゃないか。大丈夫か、クソ。週末みんなで遠出しないか。どうだ、楽しそうだろ。相棒も来いよ。なるほど、結構だ。なんだよ。明日はうちが所有する豪華客船で太平洋をクルーズするか、そこでうちの所有するオープンカーでドライブを楽しんだりして。とまあそんなところか。そりゃあれだ、あれ、船が沈む。そう、沈む。いや、連れて行ってやってもいいぞ。食いついてるんじゃない。行きます。本当にサイコと一緒だよ。泊まりだよ。サイコの船で遊びに行くんだけど来ないか。カイドウ君とクルージングです。しかもお泊まりで絶対楽しいやつじゃないの。後でハイロにも声かける予定だ。え、じゃあ妹や弟も連れてきていい？ところで一つ気になるのだが、それ僕は入ってないよな。遊びに行くの初めてだぜ。楽しみだね、サイキ君。そうだな、楽しんでおいで。全員集まってるし、集合時間とか決めちゃおっか。まさか夜出発とはな。サイコの無人島結構遠いから。ここだ。でかー。中はもっとすごいぞ。映画館にバー、ジムにプール、みかん畑も完備。ならば早急に終わらせろ。今夜出発する。それではとても間に合いません。ただ他の船も整備中や航海中でして、今はこんなものしか。なんとか間に合ったようだな。まったく大げさだぜ。サイキ何してんだ、早く来いよ。あの時もそうだ。すっげー、なんじゃこりゃ。カイドウ君どうしたの、具合でも悪いの？いや、実はカイドウ君のことが。気持ち悪い。なんだここ、ここ一体。やっと目が覚めたか。やれやれ、このくだり何回やら好きだ。こんなテロップ出るくらいヤバいんだぞ。あ、何言ってんだシュン。しかもさっき島を見てきたがかなり小さい。でも知っての通り、メラが船の中でほとんど食っちまったんだがよ。しかしそれにも限りがあるだろう。それまで救助が来なかったら。いや、救助は世界有数の財閥の御曹司がここにいるのだ。世界の宝だ。断言する、ここに救助は来ない。それなら僕がとっくに解決してる。事態はもっと深刻だ。何をしてるのだ貴様。この食いしん坊が食料庫の食い物を食ってやがったのだ。おい、食料ねってどうする際。原因不明の病が僕を襲った。外や風通しのいい場所に行くと少しだけ収まった。船酔いだそれ。お、相棒も船酔いか。原因不明の病によってダウンしてしまったのだ。本当どこにあるんだろう。ちなみに酔い止めの薬は夢原さんがカイドウと長く一緒にいたいがために。危ないからってヘアピン抜いてやったりして。その直後だったな。船がありえねえくらい揺れて全員助かったのはマジで奇跡だぜ。奇跡なわけあるか。いつもだったらこの場合、船ごと瞬間移動かバターして近くの島まで押すところだが、無人島についてすぐ僕はある重大なミスに気がついた。それは場所だ。おう、島の探検しようぜ。のんきなやつだ。さて、全員を助けるにはどうするべきか。どうすればあの無人島から脱出できるんだ。あれ、いたのかクソ、何してるんだ。つれえ、夕飯はコロッケは冷蔵庫にでも入れといてくれ。今日はコロッケだぞ。
もう終わりだ。試合が始まるんだ。追い詰められ方が半端じゃないな。カイドウ君、悲観的に考えちゃダメよ。もしかして船のこと責任を感じてるのかも。慰めてやるか。船は事故でおめえのせいじゃねえよ。誰も気にしちゃいねえから、この場何を言って。まあテルハシ国民が食べさせてくれるのなら食ってやらんこともないがな。あいつはダメだ。ついに最初の犠牲者が。縁起でもないこと言わないで。メラさん、どうしたのその格好。くれるの。じゃあ森戻る。すげえ、めちゃくちゃあるぞ。食料問題なんとかなりそうだな。ありがとう。食料がない。あー、どうなってんだ。1日分ぐらいまだあっただろう。あることにはあるだろう。メラさんが取ってきた野草やキノコ。やれやれ、まだ気づかないのか。あれに食料問題なら僕がすでに解決してるというのに。僕がスーパーで買ってきて海に流れ着いた感じに置いといただけだ。おかげで貯金がなくなったぞ。まったく、そんな偶然あるか。きっとテルハイさんが神に愛されてるおかげだぜ。この木を水に浮くんだよな。つうことはそれイカダを作るってことか。道具もねえのにどうやって作るんだよ。つまり海の上でイカダごと瞬間移動してしまえば気づかれることなくワープできるのだ。とにかくこれであとはイカダを作るだけ。いやダメだ、確かにこれがあればイカダを作れるのかもしれない。ああ、じゃあどっちが早く切れるか勝負だ。カイドウ君、使えそうなツタ取ってきたよ。設計図も書いてみたんだ。ほら、これなら分かりやすいだろ。わ、紙は確かあれだよな。貧乏人の間では高級食材なんだよな。何してんだサイコ。お前やっぱ腹減ってんの。いやでも完全に減ってないしね。必死だ。お願い、一緒に作ろう。それにご飯もちゃんと食べて。オフ。だが断る。髪型だけにしとけ。私の魅力が効かないなんて。っていうかこの島に来てから私影薄くない。そういえば今朝流れ着いた食料ってどこにしまったっけ。こら何やってんだ。こら待ちやがれ。それどころか、ほらこれ新しいやつ。あんまり怒らないであげて。遠慮しないでさ。ああ、アマゾネス攻め。ほら大丈夫だから。そうそう、いい子いい子。ほら見て。ごめんなさい。その代わりしっかり働けよ。こうやってそことそこをテープでつけるんだ。しかし2日も経つのに最近全然汚れてないわね。私は汚れない体質だからいいけど。すげー、完成形が見えてきてるぜ。これひょっとして明日には完成すんじゃねえか。丸太を結ぶのがツタじゃ弱すぎる。鉄パイプでもぶっ刺しておこう。さてと、あとは念のためあれの準備を進めておかないと。よし、これで途中で大破することはないだろう。この際浮くか浮かないかはどうでもいい。あれはサイコか。全くフラフラじゃないか。食べてないという事実が精神的に来ているのだろう。返しに来たんだよ。貴様らに恵んでもらうほど落ちぶれちゃいない。落ちてるもん食うより死ぬ方がいいっつうのかよ。そんなわけないだろう。貴様の言う通りただの意地だ。そこまでして通した意地を自分が辛くなったら捨てるのか。おめえが意地張んならこっちは意地でも食わしてやんぜ。な、何をする。やめろ。てめえのつまんねえ意地とどっちが上か勝負すっか。ほらよ、これがカップ麺というやつか。まずいな。そこはうめえっつうところだろうが。サイコ君が来てから作業スピードすごい上がったね。そうね。やれやれ、ようやく一致団結か。確かにこの分なら今日中に完成しそうだ。このイカダが完成したら全員でこれに乗り、景色が海しかないところまで進んだら瞬間移動する。もう決まっているのか、誰がこのイカダに乗るのか。ここまでビタで頑張ってきたじゃねえかよ。むしろ全員でこの島を出た後ここに救助が来たらどうするんだ。やれやれ、そこに気づいてしまったか。結構いけんな。それでさっきのイカダに誰が乗るかって話だが、あー、じゃあ粘土は決定だな。よっしゃーしゃしゃ、こうだな。お前のハーレムみたいになってんじゃねえか。さっき言いそびれちゃったけど、実は私もイカダの方にしてもらいたいんだ。でもそれじゃあイカダ班がさらに多くなるし。カイドウ君が残ればいいんじゃない。俺もイカダ乗る。なんで。ああ、もうだったら私も乗る。なんでだ。あとはああしてこうして、ほらこれで決まりだ。うおー、終わった。イカダ完成だ。ほら、最初にこの島に来た時はみんなバラバラでさ、例えばアーレンは意外とリーダーシップがあったり。むしろ今は確信してるんだ、全員助かるって。いいこと言ってるんだろうが死亡フラグにしか見えない。何すかしてんだよ。おめえは死んだ。もういいから飯にしようぜ。腹減ったよ。私もじゃあ行ってくるぜ。必ずまた生きて会おうぜ。当たり前だ。遭難者を発見しました。遭難者は8名。行方不明者の人数と一致、全員保護せよ。なぜ絶対来ないはずの救助が来たのか。さすがの僕も島ごと瞬間移動はできない。だから同時進行でこのレプリカ堂作りにも着手していた。とにかくこれで全て終わった。ようやく家に帰れる。おう相棒、帰ろうぜ。あ、来たぞ。僕らは4日間の無人島生活から無事帰還した。
これにて万事解決かと思いきや、その件は帰ってきたサイコがマスコミに圧力をかけ無事沈静化。そこで俺が提案したのさ、イカダを作ろうってな。大スクープ、高校生男女8名行方不明事件、うちの学校の生徒だった。被害者はこの8名。何なんだこのふざけた新聞は。勘弁してくれ。まったく無人島遭難事件のこと取材させてもらえるかしら。新聞部、無人島遭難事件関係者2名完全無視、逃亡する2人。いつだってそうだったんだ。いい加減にしろ。あ、俺っち乗ってんじゃんか。よるな、やれやれ、めんどくさい。本当にめんどくさい、本当にめんどくさい奴らだ。ちゃんと取材を受けないからこうなるのよ。剣は剣よりも強し。さあ洗いざらい話しなさい。やべえのに絡まれたな。弱いわね。は2週に分けてやったんだぞ。これならカイドウ君の話の方がよっぽど面白かったわ。4日もいたんですもの、1回ぐらい撮ってるはずよね。バカなの。え、撮ってないです。何回もチャンスあったでしょ、なぜ撮らないのよ。逆になぜ撮る。何なんだこの部は。潰れろ。いや待って、森ガール、いいわね、それ使えるわ。大スクープ、テルハシココミ無人島での赤裸々写真。まさかまさかのノグソ流出。ふふな写真も。マジかよ、テルハシさんがの。やってくれたな、テルハシさん。佐伯くんはそんなことする人じゃないわ。いやでも4日もいればさすがに1回くらい。してないわ。いやさすがのテルハシさんでも。してないの。いいいいわね、いい感じにバズってるじゃないの。本当にやるんですか。ここまで来て何言ってんのよ、当たり前でしょ。テルハシココミのノグソ写真の完成よ。さあ撮りなさい、ジャーナリストとして。はいはい。部室でクソして撮影とか半端ねえな。変態集団じゃねえか。なんなのよこれ。ジャーナリズムとはこういうことだ。おいマジかよあれ、怖っ。おい、これは喧嘩の道具じゃねえぞ。お前野球部入ったのか。いや助っ人だ、明日試合があんだよ。覗きに行くか。ラブレターかっこバグの女も見てみたいし。おう、おめえら見に来たんか。3人え、よく来たな君たち。しねえけど。佐藤君と同じ部活にしてはだいぶキャラ濃いな。部員足りてないんすか。あとはあいつがいれば完璧なんだから。あいつ、いやなんでもない。じゃあ自由に見学してってくれ。そう、こいつらベタだ。スポーツ漫画にありがちなベタベタのキャラなのだ。もし一度も勝てなかったら野球部は廃部だ。なんだ展開までベタ。そいつが去年他校の生徒と暴力事件を起こしてね。あいつはそんなことする男じゃないと俺は信じている。俺たちの目標は1回戦を突破することじゃねえ、優勝だろうが。ベタのセリフ。よし、あの夕日に向かってダッシュ始め。ベタというか古典的だ。キャプテン、頭に直撃したぞ。誰か救急車。そんなベタな。そして試合当日。さあ行くぜ、戦いの時は来た。それが昨日の夜、右手を突き指しちまったらしくてな。何があったんだよ。じゃあおめえ出ねえか。俺が、結局俺様の力が必要か。相手は強豪校。いや、だよし、キャッチ。クボヤスになってよかった。この試合、嵐の予感がしやがるぜ。お前も帰れ。来たぜ、大手高校のお出ましだ。あいつら全員に行くんだ。おめえしちゃ賢いじゃねえか。そうか、だろ。粘土とクボヤスが入ったことでベタの流れが崩れたんだ。この試合こいつらはもう絶対に勝てない。なぜなら非ベタ展開、強豪校が2軍を出してくる。接戦を演じてギリギリ勝利を狙う。2アウト満塁3点差の場面でキャプテンが帰ってくる。奇跡の逆転勝利。こいつが勝ってたんじゃね。いやまさかな。そいつが当日指5本全部突き指して、さらに代わりのやつを入れる。無理よ試合なんて。離してくれ、キャプテンの俺がキャプテン。ここからが2時間もかかるわよ。何やってんだ阿川。いた、てめえの実力はそんなもんじゃねえだろ。昨日キャプテンが話してた暴力事件を起こした元エース、ここでお前がベタの流れに戻さないと完全に終わりなんだ。またピッチャー交代だ。こいつの体を借りて断ち切ってしまったベタの流れを元に戻してやる。相手は2軍だ。この場面で打たれる展開はない。ストライク、秘密の毒を押せたんだ。え、よかった、ベタになった。借りを返せ。アガの打った。うお、ノーアウト満塁だ。よし、いい感じにベタってきたな。よし、やつは俺。この大事な場面で不安要素が。大丈夫か。よし、来い。くそ、あのバカ、いいベタ一つ無駄にしやがって。面倒を待て、振るな。もらって。お、バットが折れた。一方、王帝はエース阿部のピッチングに苦戦。そして4回の裏が終わり13対4というわけで、ここから先は打たれまくる。ベタ、スタート反応できない。反撃の始まりだ。アウト。ベタで行かなきゃこのチームは勝てないんだよ。アウト。お、5回で10点差ついたんでコールド勝ちです。ベタを崩そうが、粘土がいたらどの道勝っただろうよ。夏休みというのは素晴らしいな。今日は久しぶりにゆっくりできそうだ。なんだ粘土か。改造人間サイダーマン2号、こんにちは。近所付き合いは大変だ。お邪魔します。トイレの水もサイダーなんでしょ。泡の力でこびりついて汚れを落とすって。例えが分かりやすいようで分かりにくいぞ。改造人間サイダーマン。この野郎。黒明け瓶は。改造人間サイダーマン2号、シュワット参上。レモン汁を全身に浴びてしまった。レモンサイダーになるだけだ。レモンサイダーガチャン。くらえ。レモンサイダーアタック。ねえ、レモンサイダーアタック見せてよ。いやー、3本買っといてよかったぜ。レモンサイダーアタック。レモン。何ナチュラルに入ってきてるんだお前は。あー、どうした。顔が怖いんだよ。助けて、改造人間サイダーマン2号。
見すぎだな。ほら大丈夫だぞ坊主。ほら怖くない。よく見えねえけどガキどうなった。サイダー当てて。今日もテラスさんは綺麗だな。天使だ。眺めているだけで負の感情が消えて。私は自分の可愛さに気づいていない無垢な美少女なのよ。クソー。今女の声でクソってまさか。ねえ今日スイーツバイキングじゃん。やれやれ、さっきテラスさんが見ていたら何も起こらなければいいが。来る。うわちょ何だね。クソのやつこれで逃げたのか。しかしあれだな、やっぱアイウラミコト、さっき佐伯と親しそうに喋っていたけど一体どういう関係なの。おっぱいか。違う。おっぱいはともかくとして、最近ってああいうギャルっぽいのがタイプなのかしら。テルハスさん、どうしたのその感じ。イメチェンかな。ギャルっぽくなってる。昨日テルココウルカワだったじゃん。テルココで、綺麗目もあれじゃねと思ってやっちゃいました。昨日言ったことはもう忘れたのか。で、あ、ごめん。あれ、アイウラさん間違いない、最近はギャル好きよ。なんでそれ、テルハスさんだよな。いや、わかんだろ。あんな可愛いが他にいるだよ。急にギャルに。さあ、トリマーとはあなたがオフするだけよ、サイキクスを。全然しないじゃないの。どうなってる、ちょっと。アイウラ、頼みがある。協力しろ。お前も何なんだ、いい加減にしろ。そのイメチェンはよくねえな。というわけで元に戻りました。どうかしてたわ、この私が他人に踊らされるなんて。私はすることなかったわ。これなら時間の問題。オフ。え、気のせいか。もう少し胸大きくしたらどう。惨劇の残滓にはびこる魑魅魍魎。よし、これでいこう。柱の分はそれにしといてやる。変えたんじゃ、何か言い忘れですか。ああ、言い忘れだ。たった一つだけな。うん、やはり面白いな。サイサイはこうでないとな。そう、見たか、今週のサイサイ面白かったから。こいつ、まさか気づいてない。あ、先生ですか。いや、よかったですよ、今週。ああ、僕の柱もいい感じじゃないですか。とほほ。ここに悩みを抱える一人の乙女がいた。絶対いつかオフンと言わせてやるんだから、サイキクニを。いや、そんな悩みじゃないわ、サイキくんのことよ。そんな二人が。あ、ココミちゃん、夢原さん。気まずいわね、夢原さんとはあんまり話したことないのよね。ほんと楽しみ。